ただいまよりセッションを始めさせていただきます GitHub が推進する AI 拡張型開発と株式会社カプコン様事例と題しましてマイクロソフトコーポレーションの柳原信也様株式会社カプコンの西谷義則様よりご講演をいただきますそれではよろしくお願いいたします皆さんこんにちはマイクロソフトの柳原と申します で今日なんですけれども、あの皆さん、あのセデック楽しまれてるでしょうかね、2日目、さまざまなセッションで、こ年のセデックって、AI っていうキーワードがいろいろなところで目立っているんじゃないかなというふうに思います。で、このセッションでも、GitHub が提供しているコパイロット、ご存知ですかね、コパイロットを用いたゲーム開発、アプリケーション開発、そういったところの話をさせていただこうというふうに思います。まあ、タイトルが、GitHub が推進する AI 拡張型開発というものと、あと、カプコンからいらっしゃってます 西谷さんからあのコパイロットを使ったゲーム開発についての事例をお話していただこうというふうに思います。それではまず最初の前半ですけれども私柳原から GitHub が推進する AI 拡張型開発についてお話しさせていただきます。まけれども、まあ 今日あの GitHub のお話をさせていただきますけれども、私、所属はマイクロソフトなんですね、マイクロソフトの中で、いわゆる GitHub の、まあ、スペシャリストをやっているというふうに思っていただければというふうに思います。まあ、過去の経歴見ましても、まあ、いろいろなそうです、ね、アプリケーションの開発、ソフトウェアの開発に関わるような、そういったキャリアを踏んで、今現在、まあ、AI を使ったアプリケーション開発、どういったものがあるのかなというふうなところで、いろいろなところであの講演をさせていただいたりなどしております。 では、まず github copilot ですね。皆さんご存知ですかね。ご存知であることを祈っております。で、こちらについて、えー、っと簡単にお話しさせていただきますね。まず、github のコパイロットですけれども。 まあおそらく私が言うのもなんですけれどもいわゆるこのアプリケーション開発ソフトウェア開発する中で生成 AI を使う中でのデファクトスタンダードになっているものなのではないかなというふうには思いますね。いろいろなところで取られている調査、まあ、サーベイなどを通してみましてもあの一番多く使われているのがこの GitHub コーパイロットというふうになっているのではないかなというふうに思います。 こういったコパイロットを使ってソフトウェア開発をされている人たちが、まあ、自分たちの生産性を高めていくところでいろいろなところで AI を使っていくといったところが今最近の開発の中での現場の中での試みなのではないかなというふうに、まあ、提供している側から見ましても感じているところでございます。 でこちらの GitHub Copilot なんですけれども簡単にどういったものなのかといったところをこの,あの数枚のスライドを使ってお話しさせていただきますね。で大,き大きくこの GitHub Copilot なんですけれども使い方としては2点あるかなというふうに思います。皆さんがそのソーースコココドをを書かれる時にメメンントトですねコメントをかか いる中でそのコメントを解釈しながらそしてあと前後に書いてあるソースコードなどを解釈しながらその内容を踏まえてソースコードを自動生成していくといったようなそういったところで使われているのが GitHub コパイロットと呼ばれている部分ですねであとコパイロットチャットというものもございますでこちらは実際にそのチャットの向こう側にモデル LLM がいるわけなんですよねまあそういった LLM と対話をしながらその 対話内容を踏まえてソースコードを作ってくれるといったようなまたソースコードを作るだけではなくて自分が分からない内容についても回答してくれるような、まあ、そういったことをしてくれるのがとなっておりますで実際のそのコパイロットを使っていく中での動きなんですけども簡単にどういったものなのかといいますと今 LLM と言いましたけれどももちろんコパイロットの裏側にも LLM がいるんですね。 でその LLM は、まあ、公開されているデータなどを元にラーニングされております。まあ、ですので、えー、と実際にこうソースコードを書いていく時にそのソースコードの内容をコパイロットチャットが LLM とこの問い合わせをするような形で動きながらそして内容を返してくれるといったようなものになっております。 で実際にそのコパイロットを使う時にじゃあどうやって使い始めてるんだろうなというふうなところがあの思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけども,、まあ、もうここの使い方はまあ非常にシンプルでして皆さん使い始めようと思いました、まあ、今日から今からでも使えることができます。 も,もちろん、まあ、GitHub を持っていないといけないですけどねその GitHub を持っていますと、まあ、GitHub と認証するわけなんですねで認証していただいてで皆さんがコパイロットを使えるようにそのコパイロットの申請を通していただいておりますとそのコパイロットを使えるっていうふうな権限が自分たちの環境に来るわけなんですねでそうするともうあの認証が済んでおりますのであとはコパイロットに向かって 何かしてくださいっていうふうにお願いをするだけでソースコードを作ってくれるまたは自分が分からなかった内容についての回答をしてくれるといったような動きをするようなものになっております。 であとコパイロットなどこういった、AI、生成 AI を使った開発の中で気になるところというと、まあ、データってどういうふうに扱われるんだろうなというところあると思うんですよね。自分たちが作っているソースコードであるとかまたは質問内容ですねそういったプロンプトと内容が自分たちが質問した内容が GitHub に吸われてそれがラーニングデータとして使われたりしないか。 または公開されてはしないかみたいなそういったところを気にされる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもまあそういったことは全然ございませんとそれはまあ裏側にいるとこのコパイロットのまあプロキシーみたいなものがあるんですけどもまあそこで解釈をしましてコパイロット側では皆さんが投げられた内容というものは記憶しません大丈夫ですなので一時的に解釈をしてそこで回答データを持って作って でそしてそれをクライアント側に返すというようなものになっておりますのでそのデータの漏えとか、まあ、そういったことに関しては全然心配することなく安全に使っていただくことができるものとなっております、まあ、そういった非常にこう安全性も高くそしてもちろんその自動でソースコードをどんどん作ってくれるといったあのこの利便性の高いコパイロットなんですけれどもいろいろなところで注目を浴びていますでさらに最近ですね経済産業省が発表している あのまあ、レポートがあったんですけれども、まあ、こちらどういったものかといいますと、まあ、ゲームを含めいろいろなメディアのクリエーションですね、まあ、そういったもののガイドが出ていたんですけれども、まあ、その中に GitHub コパイロットが言及されていたんですね、まあ、なので、まあ、国も認めているような、まあ、テクノロジーとして GitHub コパイロットがここにあるのかなというふうなことを私もこれを見て非常にこう嬉しく思った次第ですね。では 今回の、まあ、タイトルの中に入れていたものですね AI ・オーギュメンティッド・デベロップメント、まあ、AI 拡張型開発というものなんですけれども、まあ、言葉としてはなかなか聞きなじみのないことなのかなというふうに思いますのでそれがどういったものなのかというのを、まあ、簡単にお話しさせていただきたいと思います。まあ、簡単に平たく言ってしまうと AI を使ったソフトウェア開発のことなんですけども、まあ、この AI 拡張型開発っていう言葉自体がこれからのトレンドになってくるかもしれませんので、まあ、皆さんのまあ記憶の片隅にでも入れておいていただければなというふうに思います。 でこちらの AI 拡張型開発なんですけれどもあのガートナーというあの組織といいますかありますよねさまざまなテクノロジーのトレンドであるとか、まあ、そういったものを調査して発表している団体ですけれども、まあ今年ですね2024年のソフトウェアエンジニアリングに関する戦略的テクノロジートレンド、まあ、トップ5というものを今年の頭に発表しているんですけれどもその中でこの AI 拡張型開発というものを挙げられているんですね。 まあなので彼らが見ている世界の中でも生成 AI を使ってソフトウェア開発をしていくといったものはまあこれからのデファクトスタンダードにになるるというふうに考えられてるんでしょうね、まあ、だからこそ私たちとしても,まあもうあの安心してと言いますか自信を持って GitHub コパイロットを提供させていただきますし皆さんが使いやすくできるような支援をさせていただこうというふうに考えている次第ですね。 じゃあもう少しこの AI 拡張型開発について見ていきたいと思うんですけれどもあの生成 AI を使ったアプリケーション開発ソフトウェア開発っていうのはあのじゃあ AI が全部作ってくれるんですかねじゃあそしてあのソフトウェアを作っている人って不要になってくるんですかねっていうようなちょっとしたこうリスクと言いますか不安を感じられている方もいるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、ぜ決してそんなことはないんですね。 そういった内容についてもこの AI 拡張型開発がどういったものなのかといったことをガートナーの中でも言われているんですけれども AI 拡張型なんですよね。 まあ、つまりあの AI が主導して何かを作るではなくて今まで作っていた世界ものを作っていた世界ですね皆さんであれば、まあ、ゲーム開発、まあ、ゲームのコンテンツなどを作られていくかなというふうに思うんですけどもそこに関わっていたのは人ですよね、まあ。人が作る世界にプラスアルファで AI が登場してきてそれを支援してくれるようになってくるというのが AI 拡張型開発です。なので今までもしかすると人同士チームメンバー同士でいろいろなことを考えて で、そしてその成果物というものを作られていたかもしれないですで、そういった中ではやっぱりこの人間同士という世界もあるので時々こう意見が合わなかったりとかまたはその同じような あのスキルセットななで新しい考えが出てこかかったりとかそういったこともあるのかなというふうに思うんですけどもそうではなくてそこに AI が登場さまざまな観点で新しい考えを出してくれたりですとかまたは既存の考えをまあブラッシュアップしながら人間とコミュニケーションを取りながらものを作っていくそういった世界がやってくるのがこの AI 拡張型開発というものになっていきます。なのでまあ人と AI が セットになって動いていく。まあ、まさに人があのメインの操縦士なのであれば、ai が副操縦士、コパイロットというふうに言えるのかなというふうに思いますね。まあ、そういった形で人と ai が足並みを揃えてソフトウェア開発をしていくというような世界がこれから訪れていくるようとしています。 でこちらのソフトウェア開発っていうふうに何度も繰り返して言っておりますけれどもソフトウェア開発って、まあ、ゲームの開発にかかわらずさまざまなところで同じようなあのフェーズを踏んでいるのかなというふうには思うんですよね。もちろん最初にあの何を作らなければならないかなという要件があってその要件からあの設計をしてソースコードを作ってテストをしてでテストをした内容を持って安全性が担保できたらそれを リリースしてでリリースしたあとはそのリリースした内容をいろいろなまあユーザーであったりその顧客からのフィードバックを受けて次の内容にフィードバックしていくといった、まあ、そういったサイクルを回しているのかなというふうに思うんですよね。まあ、そういった世界の中っていうのはあのー、ソースコード開発だけではなくて開発以外のところもさまざまなところで含まれていますよね。 でそういったところの,そのソフトウェア開発全体の世界観というところで生成 AI を活用していこうというようなものにその AI 拡張型開発というものは目指しているんですよね。でそういった世界がこれからまあ登場するというふうにまあガードナーも言ってますし私たち GitHub も言っております。でつまりですね私が今日ここで申し上げたかったのはソースコードを作るところだけではなくて今私が話したような 物を作るコードを作るところ以外のところでも GitHub コパイロットというものが活用できるんですよとうとこお話しさせていただければなというふうに思っておりますではあのこれからですね GitHub コパイロットが、まあ、現状どういったところで活用できるのかなというのは少しお話しさせていただこうというふうに思います今あのソフトウェア開発のライフサイクルについていくつかお話しさせていただきましたけれども ソースコードを作るところ以外の作業というのも、まあ、たくさんありますよねというふうなお話しさせていただきましたよね。でおそらく生成 AI を使ったソフトウェア開発っていうふうなことをイメージするときに、まあ、最初に思いつくのはもちろんソースコードを作るところの支援だと思うんですよ。で冒頭お話しさせていただいた GitHub コパイロットまたはコパイロットチャットといったところでもコメントを使ってそしてそこからソースコードの自動生成といったような、まあ、そういったお話しさせていただきましたけれども そこって、まあ、つまり人が何らかの今までこう手入力をしていたところそういった部分を、えー、コパイロットといいますか AI が生成 AI がまああの支援をしてくれて自動して生成してくるようなところですよね。でこの今スライドに出ているような作業を見ていただきたいんですけれども例えばあのコードを書くところは今お話ししました、まあ、テストであったりまたはそのリリース作業であったり またはそうですね。まあ、設計であったり、そのフィードバックを受けて、その内容を解釈したりとかまあ、そういったところで人が介在して、そして手を動かさずに進むことができますか？っていうとこ、思い浮かべてみてほしいんですよね。でも、必ず何らかのドキュメントを書いたりだとか。あとはまあそれこそテストだったらテストコードを作ったりだとか。まあ、そういったような形で何らかのアウトプットを人間が今まで作業してましたよね。 人間が作業しているところには必ず生成 AI がまあ登場することができるんですよね。まあ、そういったところでの支援ができるようになってくる、まあ、それをやってくれるのが GitHub コパイロットでもあるというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。でソーースコードののの生成のところにつきましては後半の、えー、パートで カップコンの西谷さんの方からあの事例セッションとしてお話しさせしていただこうと思っておりますのでそれ以外のところについて簡単にお話しさせていいただければと思いますまずテストコードの生成なんですけれどもテストコードを作る時っていうのはその確かにこの テスト駆動型開発という形で要件ベースでテストコードを書いてメインのコードプロダクションコードを作るというようなやり方ももちろんあると思いますね。まあ、それも考え方によっては全然あのコパイロットチャットを使いながらできると思うんですけれども一方ですでにあのプロダクションコードがあるようなケースそういったケースであれば、まあ、非常に簡単にコパイロットを使ってテストコードを作ることができるんですね。出来上がってているソーーススコードに対してテスト っていう風なまあ、コマンドを入れるだけで、実際のテストコードを作ってくれるというようなことをしてくれます。まあ、これでですね。あのソースコードのクオリティを高く担保するといったことが簡単にできるようになりますよね。で、もちろんこういったテストコードが充実することによって、その？ 自動テストであるとかまた CI/CD のコンティニュアスインティグレーションの部分などで、まあ、自動テストを何度も何度も繰り返ししながらそのプロダクションコードのレベルアップに伴ったテストを何度も繰り返ししながら行っていくことができるというところで、まあ、非常に高数の削減であると同時にあとそのコードのクオリティを高めていくといった、まあ、そういったことが実現できるのかなというふうに思います。であと コードのドのキュメント、まあ、つまり設計書に近いドキュメントですねこういったものもコパイロットが作ってくれますよくあのソースコードを書かれている特にプログラマーの方たちからの目線からするとあの設計書を作ること自体が結構タフだったりするっていうふうな話を聞いたりするんですよね。私も昔その 現場でソースコードを書いたりするようなポジションにいたことがあるんですけれども設計書ってなかなかその作ることがタフなのかなって私自身実感しているんですけれども要は例えばソースコードがあるのにもかかわらずそのソースコードの内容をなぜドキュメントに書いて説明をしなければならないんだろうっていうふうに思われる方も結構あの講ーの中にはいらっしゃったかなというふうな経験があるんですけれどもそこにソースコードがありますよね。であれば GitHub Copilot さん、ドキュメント作ってくださいってお願いするだけなんですね。お願いをすると、そのソースコードの内容をもとに、例えばどういったファンクションがあるのか、そのファンクションがどういったパラメーターを使っているのか、でまたはその,そのパラメーターを使って、どういった内容の処理をさせようとしているのか、まあ、そういったものを自動生成してくれます。ドキュメント化してくれます。 まあつまり基本的な設計内容としてはまあ確かにまあ要件から紐づいた形での設計書というものは必要になってくるかもしれないんですけれどもそのソースコードが何たるかっていうものを例えばチームメンバーにシェアするようなケースであればこういったコードのドキュメント生成といった機能は非常に役立つ機能なのではないかなというふうに思います。 で次にです、ね、まあ、ここはあの GitHub を使っていただいている方に特に、まあ、限定されてくるようなあの開発スタイルかなと思うんですけれども、まあ、昨今、このソースコードをチーム開発していく中で、えー、このソースコードのマー,ジそのマージをするための承認プロセスみたいなものがあったりすると思うんですね。 で GitHub ですとこのプロリクエストを行ってそれに対するその承認であるとかまたはそのリクエストしていただいた内容の行動をレビューするといったような、まあ、そういった作業をあの GitHub の中で行うことができるようになっています。で従来であればこれはそのリクエスターの方がその承認者に向かってリクエストを投げて承認者の方が自分の目で見て確認して承認というふうにやっていたんですけども。 先ほど私あの人が介在するところで AI って使えますよねっていうふうな話しましたよね。まあ、ここでもやはりギタブコパイロットが活躍してくれます。まあ、つまりプルリクエストを出そうとする時にそのプルリクエストの内容って今作ったソースコードの内容がどういったものなのかっていうのをそのサマリーを作った上でそしてそのサマリーの内容をそのリクエスターから承認者に向かって出してで同時にその ソースコードがこういったものですよっていうふうな提出をしますよねでここにはもうすでにソースコードがあるわけなんですなのでソースコードからプルリクエストの内容を作ってもらえるんですよね、まあ、このような形でプルリクエストの自動生成といったものまであの GitHub コパイオットの中で行ってくれるようになっておりますでまた提出したソースコードのレビューといった観点でも コパイロットが役立ってくれるんですよね提出されたソースコードのただ確からしさそういったものをレビューしてくれるといったような機能が GitHub コパイロットの中でも登場してきます、まあ、このような形でですねその GitHub コパイロットがさまざまなソースコードに関わる作業といったところで支援をしてくれるというふうなものになっております。 でもう一つです、ね、もしかすると、まあ、GitHub コパイロットに関わる記事などを目にされた方の中にはこのワークスペースといったものも目にされたまたは耳にされた方がいらっしゃるかもしれませんでこちらはですねまだ登場している機能ではないんですけれども GitHub が目指している世界の未来だというふうに思っていただければいいかなというふうに思いますでこれはどういったものかといいますと先ほどお話ししたようにソースコードの開発ってさまざまな作業がありますよねそういった作業を もう頭からお尻までコパイロットが一気に見てくれる一気通貫で見てくれるといったような、まあ、そういった機能になってるんですね、まあ、つまり今ここにどういったものを作らなければならないかというふうな要件があったとしますでその要件を GitHub コパイロットのにこう伝えるんですね伝えることによってコパイロットがその内容を持って そのどういったものを作らなければならないのかといった内容を、まあ、使用を決めてくれるんですね。で使用を決めてくれた後にその使用ができてしまえばあとはソースコードどういうふうな設計をしていかなければならないのかまたはそのソースコードってどういったアーキテクチャといいますかそのあのコンポーネントとして分割しておけばいいのかといったような、まあ、そういった設計があるかと思いますけれどもそういったものも全部考えてくれてあのコーダーに提案してくれるんですね。 なのでコーダーは要件をコパイロットに伝えることによってあと作らなければならないものを受け入れれるか受け入れられないかというものを判断するだけというふうになっております。まあ、このような形で、まあ、いわゆるソース コードを作り方っていうのがまあ抜本的にかなり変わってくる世界がこの後登場してくるかなというふうに思いますので、まあ、今現在これはあのプライベートベータというような形でウェイトリストで登録していただいて使えるかなというふうな状況なんですけれども、まあ、今後あの使えるような形で提供させていただく予定にはなっていますので期待してお待ちいただければというふうに思います。 で最後に、ですねあのもう一つ今これは使えるようになっている機能なんですけれどもセキュリティの観点ですね今、今回お話した内容でセキュリティに関わるような話ってしてなかったと思うんですねでソースコードを作るときって必ずやっぱり気をつけなければならないのはそのソースコードが間違ってないよねバグがないよね脆弱性がないよねっていう観点って必ず気をつけなければならないと思うんですね。 でそういったところでやはり役立ってくれるのがコパイロットなんですねでここにあの英語で「Found means fixed」と書いてあるじゃないですか、まあ、つまりこれって何か問題を見つけたら直ってるよっていうような意味なんですね見つけました直ってます つまりセキュリティ的な脆弱性があったとっいうふうに判断と言いますか発見をしてもなかなかそれに対して今現在そのすぐに対応しなくても問題ないよねっていう判断の中その手をつけないような状況っていうのもあったりすると思うんですけれどもまあそういったことを防ぐんですね見つけた瞬間にコパイロットがもう修正してくれる案を出してくれていますというようなものになっていますあ。今ですねあのそのこの えー、ファウンドミンズフィックスの中というふうに伝えました内容の GitHub コパイロットが活躍してくれるアドバンスドセキュリティという機能の中に入っている AutoFIX というものがあるんですけれども、まあ、その記事についてのリンクを,あを出しておりますのでこちらの QR コードなどから少し見ていただければいいかなというふうに思いますねで実際にこれ何やってくれるかといいますとソースコードを提出したりするときにその判断してくれるんですね ちょっと簡単なデモをこちらに用意しているんですけれどもあのソースコードを見つけたときにやっぱりコーダーってなかなかその脆弱性に自分では気づかなかったりするケースあるかなというふうに思うんですけれども一方でその提出したソースコードの内容をコパイロットが判断してくれて実際の問題を見つけてくれてじゃあこれに対して今こういった問題があるんです脆弱性があるんですというふうな話を伝えてくれるんですよね。でそれににに対しててもうう本当にフィックスっていうふうにあの にに伝えるるだけで直しててくれるといいっっったたような、まあ、そうななそ機能になっております、まあ、このような機能がどんどん GitHub コパイロットの中ではこう実装されてきておりますので、まあ、私が今日伝えたかった内容というのはソースコードを作るまたはまあソフトウェアを作っていく世界の中でコパイロットはさまざまなところで使いますといったようなお話だったんですね。といったところをちょっと今日はあのぜひ覚えて書いていただければいいかなというふうに思っております。 でまあ、ここのまでの前半のお話の中でいわゆる GitHub コパイロットを使ったソフトウェア開発っていうのの一般論的な話をさせていただきましたで後半はですねあの西谷さんの方から実際にこ GitHub コパイロットを使ったゲーム開発がどういったところであのこうコパイロット役だったのかみたいなそういったお話をさせていただこうと思っていますので,でも私もこの隣で楽しみにこう聞きたいなというふうふに思ってますので皆さんと一緒に聞,聞かせていただければというふうふに思ってます。 西谷さん、よろしくお願いいたしますはい、えー、では、変わりまして後半はですね、えっと、GitHub コパイロットの採用理由と、えー、利用事例ということについて、あのしかしか、カプコンの西谷の方から、えー、発表させていただきたいと思います、えっと、まず簡単な自己紹介ですね、えっと、改めまして西谷義則といいます、本日はよろしくお願いいたします。 株式会社学校のえっとシステム基盤部というところにいまして、まあその中のネットワーク開発室というところの室長を務めさせていただいております。ちょっと長いですね。<laughs> 過去ですね、えっとモンスターハンターワールドが、えー、発売された年にセツクにも、えー、登壇させていただいたことがありまして、今回二回目となります。 今の,あの部署ではですね、システム基盤部という部署では、昨今のゲーム開発の難易度の増加ですね、に伴って、まあ、組織横断で問題解決をしていこうということをしていまして、まあ、今回 GitHub コパイロットについても、その一環でいろいろと検証してみましたので、今日はその話ができればというふうに思っています。で、えっと、本日お伝えした内容は3つですね、えっと、GitHub コパイロットを採用するに至った経緯。 次に開発現場での利用事例で最後にえっと社内での利用促進についてというところのお話をさせていただければと思っていますでまずあの最初のえお話からですねとまず目的についてなんですけどえっと僕たちカプコンはえっとゲーム会社ですのでえーゲームの開発エンジニアに求められるっていうことはまあ高いプログラミングスキルはもちろんなんですけど創造性が求められるのかなと思っております ここでいう創造性っていうのはあのゲームの面白さを生み出す力のことですねただしあのプログラムコードを書く際にですねやっぱり品質のよくないコードっていうのは、えー、バグとかエラーが起こりやすく、まあ、開発工数のコスト、えースの増加だったりとかにつながりがちだと思っておりますそこでですね、えー、コードの品質を高めることで 生産性を向上させて、まあ、最終的にはあの最初の目的の節約できた時間をより面白いゲームの追求する時間に費やすということを目的として AI によるコード開発の検証ということを開始しました、まあ、この時ですねあの既に GitHub コパイロットさんだけではなくていろいろなサービスが世に出ていたんですけど、まあ、その時にいろいろ検証をしておりました でその結果ですね、えっと、なぜ GitHub コパイロットを選んだかということですね。まあ、検証したサービスそれぞれで、もちろんあのいいところたくさんあったんですけど、GitHub コパイロットを選んだ理由が大きく3つあります。まず1つ目は、あもちろんあのサービスの品質が良かったということですね。こちらについてはあの大前提であると思うんですけど、あの後ほど利用事例の方でお話しさせていただければと思います。2つ目は 弊社のエンジニアの多くが、まあ、普段使っている ID とスムーズな統合ができるということですね。なぜこの点をあの重要に思っているかというと、やっぱりあのどんなにいいものでもあの新しいものを社内に導入していこうとなったときに、まそれをあの組織全体で意思統一して行うということがあの非常にやっぱり大変だと思っておりまして。 この点についてあの ID とスムーズに統合できたということは、えー、普段の開発の中で、まあ、その効果を、えー、スムーズに自然に享受できるっていうことがあのすごく良かったかなというふうに思っております次なんですけど3点目は、えっと、少し似たまたこれも視点なんですけど導入するだけで効果を実感できたということですね リットアップコパイロットには、えっとまあ、前半のパートでありましたけど、まあ、非常に強力な機能がいくつもあります。で特になんですけど我々は、えー、コードの生成だったりコメントの挿入の提案を行うところを、まあ、自動で行ってくれるというところですねこういう機能に、えっと、導入するだけで、えー、効果を体感できたというところが、まあ、非常にその導入のハードルを下げてくれたのかなというふうにも思っております。 この3つが大きな理由となって GitHub コパイルイットを導入していこうというふうになりましたでは実際になんですけどどうやって利用しているかについてお話ししていきたいと思いますいろいろとちょっと紹介したいところではあるんですけどあの時間の都合もあると思いますのでちょっとトピックとして3つ挙げていきたいと思います1つ目はコード保管の提示というところですね 左の例の部分、まあ、例文になってしまって申し訳ないんですけど、えっと、同じソースコード内のですねこれちょっとあの画面見,見切れちゃってるんですけど、上のところに HTTP 通信で、例えばこのテストサーバーに対してデータをアップロードするみたいな処理が書かれているんですね。で、その後にコメントで、えじゃあ、アップロードする処理って書いたんで、ダウンロードする処理も書きたいなみたいな感じでコメントを追加すると、まあ、下の灰色のところですね、まあ、結構あの長い文を提示してくれたというところですね。 で次の例なんですけど、右の例は、えっと、ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、えっと、コードを書いているファイルとは別のファイルのところに、あの何らかの状態ステータスを表すような ENAM、えー、が定義されているんですけど、まあ、この、えー、別のファイルにおいても、えー、スイッチ文で処理を書いているところで、まあ、実際にこのステータスがどういう処理をしているのかみたいなところを、えー、参照してきてもらって、まあ、コメントで自動挿入してくれたというような例ですね。 まあただ、こっちの例なんですけど、定義ファイルが先ほど別のファイルにあるというふうにお話ししたんですけど、定義ファイルをまあ裏で、裏のタブで開いているかどうかみたいなところでも、意図したコメントが出てくるか出てこないかみたいなところはちょっと変わってきましたので、そのお話についてもうちょっと深掘りしていきたいと思います。これは GitHub のエンジニアの方とお話ししたときに伺った話ではあるんですけど、GitHub コパイロット自体は、 今開いているファイルですね。まあ、今開いているファイルっていうのが、まあ、裏であの開いている、タブ化して開いているファイルも含めてなんですけど、えー、を参照して、まあそ、その中から関連しそうな情報を抜き出して、l l m のモデルにインプットして、でそこから、えー、今カーソルが上がっているうちに通気を生成していくっていうような処理になっているというふうでした。まあ、例で言うと、左の方が、えー、っとそうですね。 あのソースコードの前後の文脈を、えー、見て提示してくれた例ということで右下の方があの別のファイルにある、えー、ソースコードを参照して提示してくれたというところですねでこの関連しそうな情報っていうのを、まあ、どうやって抜き出しているのかっていうところなんですけど、まあ、これもあの参考情報を頂い,いたのでちょっとこちらも貼っておきたいと思いますあごめんなさいもうすでに貼ってましたね えー、ちょっと聞きすすすました申し訳ないです、はいいいでは貼っておきたいと思内容に関してはちょっと英語になっちゃうんですけどもしあのこれ興味がある方は、えー、リンクたどってみていただければと思います少しあの内容に増えるんですけど具体的にはあのジャカードシネナリティという文字列の類似度ですねを、えー、測って文脈を取ってくるっていうことをしているとお話ししていました なぜこういうことをやっているかといいますと、あのやっぱりプロンプトに入力する文字に制限があるという話があります。で今後、ですね、もちろんそのプロンプトに入力できる文字数自体はどんどん大きくなるという傾向にはあるんですけれども、えっと、も,もちろんそのあんまり関係ないものを入れすぎるとノイズにもなってきてしまいますので、まあ、こうやった、えっと関係する情報だけを引っ張ってきて、えー、ここあの裏側の LLM に突っ込んでいるということですね。 こうやって、えっと、コードの保管に関してもなんですけど裏側がこういうその仕組みになっているっていうのを考えながら、えー、コードを書いていくと、まあ、よりこういったところにはもっと使えそうだなとか、まあ、そういったイメージができるんじゃないかというふうに思いました通常業務で利用する際もなんですけれども、えっと、例に挙げたような、えー、アップロードに対するダウンロードの処理,の,処理のような引いたような処理なんですけど、まあ、こういった形で生,生成されるような箇所だったり あるいはあとテンプレートのような処理ですね。まあ、こういったところで、まあ、関連性の高い処理に関してはあの非常に、えー、良い提示がしてくれたというふうに思っております。またちょっとこの例だけではないんですけど、まあ、の学習データ自体には GitHub さんの中にあるコードが使われているというふうなお話がありましたのでそうですね、あの一般的なコードに対してもかなり効果があるというふうに思っております。 でまた GitHub にないコードですね、これはあの自社のコードという意味なんですけど、まあ、自社のコードであっても、こういったあの裏側でタブを開いておくとかっていうことをやることで、まあ、あの関連するコードっていうのをコパイロットにヒントを与えるようなイメージですね。こういったことをすることで、意図したものが出てきやすくなるというふうなお話をいただいてますので、まあ、ぜひこちらもお試しいただければと思ってあります。 次はコード生成についてですね。GitHub コパイロットなんですけど、まあ、こちら、オープン AI の GPT モデルが使われているというふうに聞いていまして、あのチャット g p t と同じような使い方ですね、あのプロンプトエンジニアリングですね、と同じような共通した使い方が多くで,できるというふうに聞いています。えっと、右の例ではですね、あのまさに簡単な使用書を書くイメージなんですけど、 ま具体的なコードを添えて、まあ、あのこういうことをやりたいんだよっていうふうにお願いするとあの割と本当にいいコードが出てくるというふうになっていた例ですね。まあ、もちろんあのこういうふうな長い長文書かなくても単純にこういうことがしたいみたいな形でもざっくりした質問でもですね問題なく返してくれることもあって、まあ、非常に良い使い方だったかなと思っております。 まあただ、先ほどあったようにプロンプトン,にはえプロン,プトンの入力サイズですねにはあの制限がありますのでえっと一気にえ大きな処理を作ってもらうという,ふうなやり方ではなくてまあ細切れにえ処理を生成してもらったりだったりとかあの段階的に生成してもらうような形がえより精度を高くえ意図したものが出力される傾向にあったと思っております。 まああとは一発であの正解が出るっていうことを目指す形ではなくて繰り返しコパイロットチャットの方にですねあのフィードバックを行って正解を目指すっていう形がより良い考え方なのかなというふうに思っております個人的にもなんですけどえっとコパイロットチャットを使いこなすっていうところが構造生成においてのまあ一番重要な使い方なのかなと思っておりますのではいこちらもぜひお試しいただければと思います 次はですね、コードの説明についてですね、ちょっとこれはシンプルな使い方なんですけど、あのこちらも有用な使い方でしたので、お伝えさせてもらえればと思っております。まずは左の方ですね、えっと、これは関数や処理の内容の説明を行う、まあ、あの先ほど柳淵さんの例にもあったように、あのドキュメントの生成を作ってくれるという,ような話あったと思うんですけど、似たようなところですね。まあ、初見なコードは結構エンジニアの方は見ること多いと思うんですけど、 まあコパイロットチャットにま,あえまずこれってどういう処理なのみたいなことを聞くとまあ割とあの簡単に概要を教えてくれたりだったとかえするのであの例えば初めてバグを調査してあこれなんだろうみたいなところでもああの概要を見てからコードを読むと割とすっと入ってくるような形になるのかなと思っておりましてまあここ良かったポイントになっていてましたもう一つはですねちょっと関連したところにはなるんですけれども エラ,ーのエラーとか不具合が発生したときにその内容を説明してくれるというようなものでしたね。右の例の方では、えっとまあ、とあるサーバーのデータベースの操作に対する、まあ、エラーの内容なんですけれども、まあ、エラーの内容をチャットで打って聞いてみると、エラーのメッセージはこういうものだよと。 でえっと、あなたのコードはこういうふうになっているので修正の例としてはこんな感じでやれますよと、まあ、といった提案をしてくれまして、まあ、これも非常に役立ったポイントかなというふうに思っております、まあ、ただしやっぱり注意点もあるかなと思っておりまして、まあ、先ほどあのお話ありました通りやはり生成 AI ですのであの全てがあの完璧なものが出力されるということはあのないと思っていますやっぱりあの自分の意図と異なるコードであったり あの古いバージョンの API が呼ばれてるだったりとか、まあ、そういったところもありますので g i t h コパイロットはまあエンジニアの補助的なツールという見方であってやっぱり代替物ではないというものをあの理解してえ使っていく必要があるのかと思います。 またそうです、ね、セキュリティに関してでもその、ねえー、提案されたコード自体にあの GitHub 上にある、まあ、大量のコードを学習しているということもありますので、まあ、中にはあの他社の権利侵害みたいなところもコードが出てくるような、まあ、そういったコードが関連するようなものが、えー、提案されることもあるんじゃないかというふうに考えるべきかなと思っております、まあ、ただこちらですね、えっと、GitHub 様からもリアク契約に沿って あの各種フィルタリング機能を有効にしてもらえると、えー、実際に万が一何かあった場合もサポートしていただけるというお話もありますので、えー、こういったその利用時のリテレシーさえ気をつければ、えー、と問題ないく、えー、運用できるのかなと思っております。またあとは前半のところでもありましたけどあのいろんな多くの会社様が考えられていると思うあの情報漏洩のお話ですね。 自社のコードが再学習に使われないように、まあ、これもえと気をつけるポイントかなと思います。はいでは、次なんですけど、社内での利用促進の取り組みについてというところをまあ最後お話し,してさせていただければと思います。えっと、取り組みについては大きく2つありまして、 一つ目は、えっと、組織内へのエンジンに向けた説明会を実施しているということですね。まあ、こちら、あの全体導入、組織内への全体導入を行う前になんですけど、えっと、試験導入を行ったメンバーが何名かいまして、まあ、その、えー、結果の利用事例だったりとか、アンケート、あとは、えっと、そのメンバーの業務量の変化ですね、まあ、これらを、えー、オンライン会議の方で説明会していたという話です。 右の図がその時の画像なんですけど、まあ、この時はマイクロソフトさんと、えー、GitHub 社のエンジニアの方も参加していただいて、まあ、あの利用事例に対するアドバイスなんかももらったりしていましたね最終的にはもちろんあの開発者今までのスタイルっていうのあるもと思いますのであのこれを共有する形ではなくてあの利用者を、えー、募るという形で、えー、利用開始していたんですけど まあ、数い体はちょ,っとあのちょっと言いづらいところがあるんですけどあの最終的には数百名単位であの参加していただいた方のほとんどがあの利用したいというふうにタ君言ってくれたような状態になっております。で、ほとでもう一つが、えー、っと新しい知見教育のためのコミュニティ作りですね。 やっぱりあのカプコンではエンジニアの所属っていうところがまあタイトルだったりプロジェクトだったりあの様々バラバラなところにおりますのでまあこういったコミュニティを作ってえこんなやり方使い方良かったよとかえそういうことを共有するための横行きの共有の場ですねを作ったりしていますまあ実際に導入してえっと後の活性化っていうところですねまあこういったところがやっぱり重要なポイントになってくるのかなと思っていますのでまあ今後もこういったところをえ少しずつ活性化させていきたいなというふうにも考えています 次は、えっと、アンケートについてですね、さあ先ほどの,の利用者のアンケートのお話をしたんですけど、こちらの話ちょっと深掘りしていきたいと思います。ちょっとごめんなさい、あの画像がすごく小さくなってしまってるんですけど、左のところはです、ね、GitHub コパイロットを、まあ、上からですね上から3つあるんですけど、GitHub コパイロットを使ったときに、まあ、役立ったと思うかという質問と、真ん中が今後も使いかいかという質問で、最後に他のメンバーにも使ってほしいかという3つの質問をしています。 でこのときの結果としては、えっと、10点満点で平均8点以上の、えー、スコアになっていまして、まあ、これをまた6点以上のポジティブな、えー、点をつけているという見方をしたときには、まあ、約90%以上の人が、えー、なっていたという話なので、まあ、非常に総、えー、じて好評だったのかなというふうに思っておりますまたあの右の方ですねインタブコパイロットの活用により空いた時間って何をしていましたかという話なんですけど 主に、ね、あの次の,議題次の課題の対応に使われていたということでこの GitHub の導入によって導入前と比較して一定量ソースの生産量が増えているんじゃないかというふうにも考えられています。で2つ目に多かったのがやっぱりそこまで時間空いてなかったよっていうメンバーももちろんいたんですけど、まあ、そのことも、まあ、あの前段のところも踏まえると まあ一つ一つの効果自体はそのあの別のことをまとまってやる時間みたいなところで多くはなかったかもしれないですけど、まあ、全体として積み上げった結果あの効果が出ていたのかなというふうに考えていますでそれをです、ねまあ、先ほどのアンケート結果を取りまして、まあ、実際のじゃあ業務量の変化はどんな感じだったのかというところをえっと定量化してみましたでちょっと見ていただきたいのが本当にあの真ん中に書いているグラフのところなんですけど GitHub コパイロットの、えー、これは導入前後の、まあ、営業日換算なんですけど営業日換算で、まあ、約数十営業日の、えー、比較を行ったものです、まあ、左から、えー、1日あたりのコミット数と、えー、追加の行数追加の文字数で、えー、と変更行数と変更文字列ですねこういったところを、えー、と比較したという話です、まあ、こちらあの検証メンバーの話ではあるんですけれども いずれも全て導入後の方が上昇していたというところになります。まあ、こちらを見た結果なんですけど、まあ、先ほどのアンケートの結果にもあった操作作成時の時短効果というところにもあの整合性が取れてるんじゃないかなというふうにも考えます。ただまあ今回ですねあの比較の時間がまあそこまで大きくないという話もありまして。 あのそうですね時系列全体として、まあ、長期傾向の効果をやっぱり削除できたいのかなというふうにも思ってます。まあ、もうちょっとあの例えば半年とか1年とか、まあ、そういったところの間ぐらいの期間を見て、まあ、変化量をもう一回見てみたいなというところもあります。まあ、そういった意味で今回あの素晴らしい結果になっていたんですけれども。 もちろん GitHub コファイロットの効果だけではないというふうにも思っているんですけど、まあ、あの非常に有用な効果の一端になっているのではないかというふうな考え方も思っています。で、えっとそうですね、もう一つだけ、まあ、最後に、まあ、こういった、えっと、試験導入だったり、えー、説明会を行った結果あの全体に導入というふうになっていたんですけど こういったところでも一つ課題が出ていましたのでこれでも軽くお話ししていきたいと思います今ですね我々の方では全体導入してまだ数か月ということであるんですけれどもそのうちのメンバーの中にあまり利用のないメンバーもいたという話ですねやっぱりこれは冒頭の話もありましたけど一番やっぱり組織一環として導入していくというところはやっぱり非常に大変な部分ありますので まあこういった部分ですね、いろいろ理由はもちろんあると思うんですけど、あの状況のヒアリングだったりとか、えー、スタートアップのトレーニングの強化だったりとか、まあ、そういったところを,、えー、を考えてフォローアップしていくように、えー、考えています、はいえー。ではまとめですね。えー、っとまずそうです、ね、僕からは、えー、GitHub をコパイロットを採用するに至った経緯と目的というところについては、 ゲームの面白さを追求するための時間確保っていう目的で、まあ、導入のハードルが低かったとっいうところとあの効果の実感がよく得られたという理由で導入を行いましたと2つ目は、えっと、僕の方からは解説、えー、の両事例として、えー、コードの他の提示だったり生成だったり説明のところですねっていうところを今日お話しさせていただきました。 で最後になんですけど、えー、社内での利用促進の取り組みについてというところは、あの弊社の組織内のエンジニアに向けた、えー、説明会の実施だったり、あとは新しい知見の,、えー、のためのコミュニティ作りだったり、であとは課題なんですけど、えー、定期的なヒアリングだったり、スタートアップの強化が必要であろうというふうに、えー、ところを説明させていただきました。 あのおそらくなんですけど、アンケート結果のところだったり、あの業務量の変化っていうところに対しては、あのもしかしたら皆さんあの、興味深く聞いていただいたところも多いかと思うんですけど、またですね、あの今後、全体導入した結果っていうところに対しても、まあ、社内で十分なデータが取れたときに、またこういった機会で、えー、お話しさせていただければと思います。はい、では、えーと、そういったところで、えー、後半の内容も以上とさせていただければと思います。よいしょ 西谷さん、ありがとうございましたあの隣で聞いていて、まあ、非常に感銘を受けたところがたくさんあったんですけれどもあの会場で聞かれていた方たちもあの実際のゲーム開発の中でコパイロットを使ってどのような効果があったかといったところで皆さんの思い思いの 感じじられたたとところがあったんんゃなないいかうううふうに思うんですねで私が一番感銘を受けた場所,場所というのはあのゲームの面白さを追求するところというような話あったじゃないですか、まあ、そこかなというふうに感じているんですよね。私たち、まあ、GitHub が目指している GitHub が GitHub コパイロットを使っていただいている皆さんに求めているものっていうのはもちろん一つはコパイロットを使ってソースコード開発を進めていく生産性を上げていくっていったところはもちろんあるんですね。まあ、だから まあ今回あの西谷さんのお話の中でもその業務量がかいがま上がって改善されたというような話もあったじゃないですか。ただからもう一つ私たちがあの大事に考えているのが物を作っているデベロッパーの人たちの。 幸福度を上げてていいくっていったところがあるんですよねそれって非常にこう大事な観点なのかなというふうに思ってましてで特に今日今回そのゲームの面白さを追求するといったところの話があったのですごくマッチするなと思ったのが実際にソースコード、まあ、ゲームを作っている人たちが面白さを追求するところでコパイロットを使ってそしてそのコパイロットを使うことによる生産性の 改善であるとかコパイロットを使ったゲームを作る楽しさみたいなものを感じていただけているのであればそれをもって 出来上がったゲームって、やっぱりこうプレイする側にしても、非常にこう面白いものが出来上がってくるんじゃないのかなというふうに思うんですね。なぜこんなに私が横でこう興奮して話しているかというと、私、今日、あの西谷さんと、このような場で、この共同登壇させていく場で、こう上がらせていただいて、カプコンの一ファンとして非常にこう嬉しく感じていたんですよね。<laughs> だからちょっとこう、いろいろな話だと、隣で、あの。 一番いい席で聞かせていただいて、<laughs> あ本当にありがとうございましたというような感じで行います。<laughs> はい、こちらこそ本当にありがとうございました。<laughs> あのこちらとしてもあのこういった場で、えー、こういったお話ができたのがあの非常にありがたくと思っていますので、そうですね。えっとカプコン最後にですね、カプコンはあの去年40周年を実はもう迎え迎えにいまして、まあこちらあの40周年の記念イラストになっているんですけど、えっと今後もそうですね、ギターコパイロットのようなあの革新的な技術を使って。 面白いゲームをどん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 ん作っていければというふうふに思っていますので、どうぞ今後もお楽しみにお待ちしていただければと思います。いくつかいただいている質問があるようですので、少しちょっとあのお答えさせていただこうというふうに思います。 質問いただいたタイミングによるかもあるかもしれないんですけれどもそのコパイロットを使って生成するものに対してその権利関係について気になるものがあるというふうな話が質問をだいているんですけれども、まあ、こちらについてはですね西谷さんの方からもお話ありましたように GitHub コパイロットの中でもその ほあのグラーニングしているものですとか公開されているコードに対してそれを実際の,そのユーザーといいますかデベロッパーの手元でそのあの提案するコードとして使わせないというふうなフィルタリングすることもできるようになっていますので、まあ、そういったところについてはあのご心配なさらずに使っていただくことができるかなというふうに思います。で、えー、っと次の質問ですけれども。 一度に生成する高度量などに制限を持たれてますかなんですけれどもそうですね、まあ、こちらに関してはあの例えばなんですけれども 一つのモジュールすべてを生成してくださいみたいなそういったコードの生成の仕方をお願いするのはあの避けた方がいいのではないかなというふうに思うんですねで、もちろんこの裏側にいるものがさっき冒頭でも私の方からもお話しさせていただいたように LLM がいるわけなんですけれどもその入力するトークン数ってありますよねプロンプトエンジニアリングなどを使ってそのトークン数などをうまくこうあの考えながら入力していくっていうふうなあの考え方などあると思う もちろんこの GitHub コパイロットでもそのトークン数というものがあるんですねでそういったことを考えるとあのとても複雑な内容のものを一気に出力するというふうなやり方は避けた方がいいのかなというふうには思います。 なので例えばそのファンクションごとにこういったことをしていきたいというふうなものをこう繰り返しやっていくというようなやり方の方がいいのかなというふうには思うんですね、まあ、そういったやり方をすることによって1つの作業内容に対してなぜその作業といいますか依頼をしてコードを書いたかというふうな証跡も残すことができるかなというふうに思いますので、まあ、何かあった時にそのバックログを取りながら作業修正していくこともできるかなというふうに思いますので、まあ、作業内容といいますか出力するコード内容というものを分割して 出力していくというふうなやり方が望ましいかなというふうには思います。というような内容がい頂い,いていた質問かなというふうに思うんですけれども、えー、っと時間がまだ少しあるようなので、もし会場のにいらっしゃる方で質問などがありましたらいただきたいかなというふうには思います。<laughs> あの ではあの今最初に手を挙げていただいたあの黄色いシャツシャツはい、はい、発表ありがとうございましたあの質問なんですけれどもあのカプコンの方にあ質問なんですけれども、えー、ギターブコーパイロットを使って生成したコードでもうプロダクションのコードに、えー、投入とかされたりしてるんでしょうか。 あそうですね、えっと、もちろんすごくすでに投入されているものがいくつかあります。えっと、実際に今のタイトルいくつかですね、えー、使って、えー、何名もこれを使っているものがいますので、はいそうなりますね。ありがとうございいますじゃあ次の方はい どうも面白いいとありがとうございましたで。コパイロット、自分も使ってるんですけどあのソースコードの癖とかよくあるじゃないですかあのイコールの前後にスペースを空ける人と空けない人あれの癖を再現してくれるっていう感じなんでしょうか自分のやつは100%か再現してくれるんですけどあのスペースのない人っていうのを見たことないのでなるほど。<laughs> はいいあの回答させていただきますね、まあ、そこはコパイロットの使い方になってくるかなというふうに思うんですけれどもおそらくそういったそのコードの癖とか例えばスペースの開け方とかっていうものにっていうのはいわゆるコーディング規約的なものになってくるかなというふうに思うんですねでおそらくそれって多分そのスペースの開け方以外にも例えばその変数の付け方で何でしょうねその大文字主体にするのかとかその キャメル型にするのかとかでいろんなそういったコーディング規約ととかっってあると思ううんですよねでそういったコーディング規約をベースにソースコードをこう、あのー、提案させていくっていうやり方はあ,ありましてで実際にそれがちょっとあの今手元に資料用意してませんのでちょっと出すことできないんですけれどもナレッジベースっていう風な機能があるんですねでそちらにはその自分たちがやっているソースコードの書き方はどういったものですかっていったような内容を例えばマークダウンで書いておいてそれをあのー。 コパイロットに覚えさせてあげてでその内容を踏まえた形で回答してくれて提案をしてくれるというふうなやり方がありますとで今現状そういったやり方があるんですけどもまた今後ですねそのコパイロットの中でもどんどん進化はしておりますので例えば他の GitHub コパイロットに限らず LLM ってファインチューニングと呼ばれているようなそのモデルを なんでしょうね、学習させていくような話とかあるじゃないですか、まあ、そういったものもあの GitHub コパイロットの中でも考えておりますので、そういったものもあのご期待していただきながら待っていただければいいかなというふうに思います。なので現状、今、そのコーディング規約的なところを解消しようというふうにお考えなのでしたら、そのナレッジベースといったものの活用を考えてみていただければいいかなというふうに思いますね。あ,ありがとうございいますはい 質問なんですけれど、えー、と GitHub コパイロットで、えー、と生徒の良い推論を引き出すために例えばファイル構成であるとかプロジェクト構成とかで人間側があの協力して開発する上で歩み寄れることはありますか そこに関してはあの一般論的なところで言うといわゆるそのプロンプトエンジニアリングのお作法に従うっていうのが多分一番あのなん、でしょうね正しい回答になってくるかなというふうふに思うんですけれども実際の経験踏まえて西谷さんからどのううに思われますすかねそうですねそでやっぱり一番正しく回答してくれるのはあの先ほどあったプロンプトエンジニアリングのところに基づく質問をするということはいいと思うんですけど あのそうですね使ってる限りでは何、えっと、て言うんでしょうねあまり深く考えなくても結構い、うん、もうい,い答えを出してくれてるような、えー、感触はありましたね。 ありがとうございます、はい、あの実際、私もその例えばそのコメントを使ってコード生成するっていうやり方とあとチャットを使ってコード生成をするやり方でまああのその出力される精度とまでは言わないんですけれども送料であるとかそういったアウトプットの質が変わってくるところもありますのでそういったものもちょっと見比べながら使っていただくというのもありなのかなとは思いますねありがとうございました。 あのち,ょっとちょうど今、マイクを持っていただく方の後ろ側のマイクされている方貴重なご講演ありがとうございます。あの導入時… <laughs> していたく中でその数ヶ月も導入されたということで、うん、その数ヶ月の中でも新機能であるとか、コパイロット側の進化っていうのが多数確認されたと思うんですけど、まあ、それをその社内に周知していく、そのアップデート、品質が向上したことを周知して、より使っていただくような取り組みなどはされてますかね。AI 導入,導入する中で最初に使ってみてみ ちょっと感触が良くなくて使わなくなってしまうみたいな例って結構、散見されると思うんですけどうん、うん、その社内認識をアップデートしていく取り組みっていうのは何かありますでしょうかそうですね、えっと、これがあの社内導入した後にあのこういうことにこういう使い方よかったよみたいなあの共有の場を作っておりまして、まあ、そこであの皆さんからアップデートして,ってもらっているということですね、でそれを受けて、まあ、あのフィードバックでなん、えーまあ、て言うんでしょう。 ドキュメントファイルあのみたいなものを作ってるんですけど、まあ、そこにまあいろんな事例をつけて、えー、みんなにまたこれを共有していくみたいなあのアップデートの仕方をしていますね。ありがとうございます えっと、お時間の都合上、ちょっと今、あの会場の方の中からでも、まだ質問した,いしたいなという方、いらっしゃるようだったんですけれども、ちょっとこちらで一旦打ち切らせていただきたいかなというふうに思います。で私、あのアスクザスピーカーの方にもいるので、そちらでまた質問は伺いたいかなというふうに思いますので、そちらでぜひともご質問をお願いしたいと思います。柳原さささんん西谷ありりがとうございいました皆様大きな拍手をお送りください